財政政策、財政政策、財、政政策とは、主に国の財政の歳入や歳出を通じて、総需要を管理し、経済に影響を及ぼす政策のこと。金融政策と並ぶマクロ経済政策の柱である。政府の支出拡大による、財政政策は、拡張的財政政策と呼ばれる。税制や国債などによる歳入の政策と、社会保障や、 公共投資などからなる歳出の政策がある。一般に国の財政政策は、の三つの機能がある。財政政策には、自動安定化装置と裁量的財政政策がある。自動安定化装置とは、税金、社会保障支出の自動的増減によって、マクロ経済の安定化を図るメカニズムが、経済で機能することを指す。例、累進課税。 裁量的財政政策には、財政支出政策、歳出面と減税政策、歳入面がある。財政政策には、支出を調整する方法だけでなく、減税、増税といった税に変化を加える方法がある。財政政策による支出は、基本的には、税収で補うが、税収だけでは足りない場合、国債という形で借金をして、将来に返すことになっている。 歳出面からの財政政策は公共投資が軸になる。公共投資を増やしたり減らしたりすることで、経済成長を促進したり抑制したりすることができる。経済が不況に陥った場合には、建設国債の発行によって公共事業費を増額することが行われてきたが、これによって公的固定資本形成が増えて、直接国内総生産が増加するだけでなく、 上数効果によって民間消費や設備投資が増加するので当初の公的固定資本形成額の増加以上に国内総生産 GDP が増加する場合がある。一方、緊縮財政政策は支出を大幅に減らし歳出の規模を縮小する政策で財政危機などにより取られることがあるが失業率が上昇する側面もある。歳入面からの財政政策は 税制が軸になる。減税や増税をすることで経済成長を促進したり抑制したりすることができる。財政政策は景気変動の動きを相裁するように政府が能動的に財政支出を増減させたり、家計や企業の負担を増減したりする積極的財政政策と政府による能動的な対応がなくとも 自動的に政策変更されてしまう消極的財政政策に分けられる。積極的財政政策としては、上で説明したように、不況時に乗数効果による GDP の拡大や失業率の低下を図るために、道路や公共施設などの公共事業を増加させたり、減税によって消費や設備投資の刺激を図るものがある。景気が過熱すれば、逆に、 公共事業を減少させたり、増税によって、消費や設備投資を抑制して、景気変動の幅を小さくしようとする。マリネア・エス・エクルズ、元 FRB 議長は、財政政策は、民間の信用が拡大している時だけ禁縮し、民間活動が低下している時だけ拡大すべきである、と主張していた。経済学者のケネス・ロゴフは、 世界不況に陥るかもしれないという場合に必要な政策には積極的なマクロ経済政策が含まれる。財政政策は減税とインフラ投資に焦点を合わせるべきであると指摘している。消極的財政政策としては法人税や所得税の存在、失業等給付、雇用保険、失業保険や生活保護の制度が挙げられる。法人税は 企業が利益を上げなければ課税されないので、不況期にはゼロとなり公共期には税収が増える。個人の所得に課税される、所得税も一定の所得水準までは課税されず、不況期に所得が減少すれば自動的に税負担が減少するようになっている。特に所得税率が累進的に高まる制度の場合には、公共期に所得が増加する以上の速度で税負担が増加し、 消費を抑制する効果が大きい。また、失業等給付や生活保護の制度は、直接的には、景気変動を安定化するという目的で、行われているわけではないが、不況になって失業者が増加したり所得を失って、生活に困窮する世帯が増加した合わせには、政府支出が自動的に増加して、家計所得を補い、消費を下支えすることになるので、間接的には、 景気の安定化機能を持っている。初歩のマクロ経済学では政府支出の水準や財政収支は政策変更がない限り一定として分析を行うことが多いが実際の財政制度では景気変動によって自動的に支出額の増減や財政収支の改善悪化が起こる。このようにあらかじめ財政制度に組み込まれている景気安定機能を自動安定化機能 ビルトインスタビライザーという。財政政策は確実な政府需要を生み出せる。例えば政府が公共投資を行えば少なくともその分だけは総需要は増える。一方で財政政策は資源配分、所得配分に歪みが生じる。公共投資は性質上建設業などに資金が集中する。また膨大な政府債務が残る可能性がある。 マクロ経済学で用いられる標準的モデルの一つで、あるイズ LM 分析を用いると、財政政策と金融政策の適切な組み合わせ、ポリシーミックスによって、景気変動を安定化できることがわかる。金融緩和だけでは、痛みの出ている箇所への集中投下ができないため、速攻性がなく、また大きな受給ギャップを埋めるには、財政政策が不可欠になってくる。 肯定部合など政策金利の引き下げなど、金融政策による経済への影響が政策の発動から時間を要するのに対して、財政政策による効果は発言までの時間が短いとされることが多いとされている。マネーサプライの増加が名目 GDP を増加させるまでには数四半期かかるとされることが多いが、公共事業の増加などは支出の時点で効果を発揮するとされている。 このため、財政政策を用いて、経済の変動を安定化させるというという考え方が広まった。政府が行う、財政政策は、総需要管理のための最も簡単な手段であり、政府投資としての公共投資、財政支出を拡大すれば、その分は、必ず総需要が拡大する。財政政策を発動すると、 通常は、常数効果によって需要面でより大きな影響が経済へもたらされる。このため、失業などが発生しても、その一部を財政政策で解決することで、他の失業を解決できる。失業の撲滅は、社会的な安定へ直結する。また、適切な公共財の供給がなされれば、インフラストラクチャーを充実させ供給面にも、好影響をもたらす。 経済学者の田中秀臣は、長期国債を発行して、経済を活性化させれば、経済全体が拡大することによって税収が増え、長期的には国債発行を抑制、縮小する方向になる。これはノーマルな考え方であると指摘している。池田忍は、財政支出は、基本的には支出される年度にしか効果はないと指摘している。森永拓郎は、 財政政策の効果がないと言われる理由の一つはタイミングの問題である。財政出動すれば効果はその後数年から数十年にわたって出てくる。財政出動の初期段階では財政赤字は拡大するがその後に景気拡大に伴う税収増で徐々に回収され最終的にはプラスになるというのが基本的な効果の現れ方であると指摘している。 経済学者の若田部翔とは、財政政策の効果は、期待による。財政政策はどこかで、必ず調戦する。要するに、どの時点で調戦するかという期待に応じて、政策の効果が違ってくると指摘している。経済学者の原田康氏、大和総研は、公共事業より減税の方が、効果は小さいが、公共事業の方が良いとするかどうかは考え方の違いによる。 減税は政府の規模の縮小、国民の経済的自由の拡大を促すが、公共投資の増大は政府が使い道を国民に指図すると指摘している。公共投資の上数効果よりも減税の上数効果の方が理論的に考えて小さく内閣府の計量分析などによっても示されている。また、減税と財政支出を同時に行うと、 結果として起こる変化の区別が困難となる。経済学者のポール・クルーグマンは、減税政策の上数効果は0.5程度しかないとしている。経済学者の岩田菊は、財政支出が上数効果を弱める要因として、を挙げており、これは減税にも当てはまるとしている。原田康氏は、仮に政府支出を増大すると、 GDP がその上数倍だけ増えるという、ケインズ経済学の考えが正しければ、いくら財政支出を拡大しても、債務残高の対名目 GDP 比率は高くならないはずであと指摘している。また原田は、ケインズの上数は、高い失業率の状況を前提としている。そのような状況であれば上数が大きいことも考えられるが、いずれ雇用は拡大し、それ以上拡大できない状況になる。 どのような状況でも上数が大きいとは考えられないと指摘している。日本では財政政策の上数効果は経済構造の変化によって低下しているという議論について田中秀臣は財政政策の効果が低下したのは主に金融政策の引き締め的スタンスが原因でりそのことによって著しく上数効果が落ちてしまったと指摘している。不景気のたびに 財政政策を発動し続けた結果、建設業など公共投資に依存する産業の膨張をもたらし、経済効率が低下する場合がある。また、民主主義の政治体制においては減税促進や増税抑止により、財政赤字を招きやすい。さらに、完全雇用を施行した政策により、インフレーションや経常赤字などを状態化させる可能性もある。 自動安定化機能が行き過ぎた効果を持ち、景気拡大期に税負担が増加して景気を悪化させてしまうなどの悪影響を持つ場合にはフィスカルドラッグと呼ばれ、1970年代には盛んに議論された。岩田菊夫は政府が財政支出の拡大による景気対策を実行すれば、短期的には景気が良くなるがそれを止めれば、再び悪化してしまう。 財政政策で100万人単位の雇用の創出、維持し続けることは不可能であると指摘している。経済学者の竹中平蔵は、ケインズ政策は万能ではない。失業が増えたから、需要を増やしたまでは良いが、それで失業がなくなったからといって政府が財政支出を減らすかというとそうはならない。公共事業を一回やると、今度それを減らすのは大変となる。 民主主義社会において失業をなくすために需要を作り始めたら財政は徹底的に拡大し赤字となると指摘している。原田康氏は財政政策の効果は持続性に乏しく長期的には反動源を生むと指摘している。原田康氏、大和総研は日本の場合で名目 GDP1% 分の公共事業は 財政収支の対 GDP 比を0.5%悪化させる名目 GDP1% 分の所得税減税は財政収支の対 GDP 比を0.81%悪化させると指摘している。岩田菊夫は政策の持続性、有効性の観点から見て財政政策より金融政策に方が有効であると指摘している。経済学者の野口明。 田中秀臣は財政の本来の機能はマクロの安定化というよりも調税を通じた公共財の供給である。景気対策としての財政支出は政治的利権が絡むためどうしても無駄金が多くなると指摘している。経済学者のジェームズ・ M ・ム・ブキャナンは財政は過方硬直性があり収縮しないで膨張し続ける傾向があると指摘している。ブキャナンの 民主主義の中に財政赤字は組み込まれているとい、議論は、労働組合への自粛や、賃金のメカニズムを重視といった運動に、繋がっていった。公共事業を実施するにはまず予算措置が必要であり、国会や地方議会の議決を必要とするので、政策の決定から実施までの期間は、必ずしも、金融政策よりも短いとは限らない。アメリカの経済学者の中には、 アメリカでは財政政策はしばしば景気変動を大きくしてしまったという見解もある。経済学者のミルトン・フリードマンは財政政策による景気安定化について政府に効果的な財政支出を選ぶ能力はない、政策決定の遅れが生じ効果がないなどの批判をしている。岩田は政府がインフレや景気交代を認知してから、 政策の立案、予算の審議などを可決、実行するまでには長い時間がかかり、対策としてすでに手遅れになっていたり、逆に景気変動を助長させたりする可能性もあると指摘している。また岩田はインフレや景気交代の認知から政策の実行までの遅れを考慮すると、総需要の微調整を目的とした裁量的財政政策の構成には限界がある。 財政政策は社会資本の形成と社会保障などの所得再配分政策に専念すべきであると指摘している。経済学者のケネス・ロゴフは非常に多くの国の経済学者が景気問題への解決策は現状を維持するために減税をし補助金を与えることだと考えている。先進国が一国だけでケインズ主義的な刺激策を講じれば 不況の痛みを和らげることになるかもしれない。しかし、すべての国が同時に消費を刺激しようとすれば、政策効果が発揮されることはない。残念ながら、ケインズ的な需要管理政策は万能薬ではない。減税は長期的には生産性を高めるが、政府部門の拡大は、経済的な活力を取り戻す処方箋ではない。市場経済の中で政府が行うべき、 有益な政策は多くあるが、過度に景気刺激策を求めることは、理性的な議論にとって有益ではない。当然、国の財政も問題となると指摘している。合理的期待形成仮説によると、減税されても人々は将来の増税を予想して、増税に備えて減税分を全て貯蓄に回す可能性があるとしている。一方で、合理的期待形成の理論に対して、 人々は合理的ではなく将来の増税に備えることなく減税分の大半を消費に回してしまうという反論がある。経済学者の小野義康は失業者のセーフティーネットとしての補助金やバラき減税よりもその財源を賃金として活用する方が良いと主張している。野口明、田中秀臣はマクロ経済政策としての財政政策によって 循環的な要因によって生じる失業、倒産を可能な限り減らすことは政府のみができる重大な機能である。政府が財政赤字の一時的な拡大を嫌って経済的能力の行使を拒否し失業、倒産を放置することは政府の経済的な存在根拠自体を否定することになると指摘している。田中秀臣は不景気の時に財政政策を行う場合、 法律性のみを基準にして否定するのは賢明ではない。例えば、公務員を多く雇用するということは、生産性の低い人を多く抱えるということであると指摘している。原田康氏は、政府支出で雇用を創出するなら、特定の支出に偏らないことが望ましい。特定の支出に傾けば、供給のボトルネックが生まれて価格が上昇し、雇用拡大効果を阻害すると指摘している。 田中秀臣は財政支出を拡大することによって経済に占める政府部門の割合が高まると経済全体の非効率性をもたらすという問題がある。不況対策をやる場合は必ず金融政策と組み合わせてやらなければならないと指摘している。アメリカではロバート・ルーカスやロバート・バローラの批判による裁量からルールへの経済政策の転換、さらに お食や財政赤字、効率の悪化といった政府の失敗などにより、今日では裁量的な財政政策による景気変動の安定化が専門家から支持されることは少ない。後日のマンデル・フレミングモデルやバローによる交際の中立命題の指摘などもあり、アメリカでは1980年頃から景気変動の安定化は金融政策の役割であると考えられるようになった。 従って、財政政策の目的は、景気対策から離れ、工場所得や、資本の増加を目的とした高級的な減税や、歳入を増加させるための増税、もしくは政府にしか供給できない、公共財の提供や補助など中心となっていった。これは、一つの政策目標ごとに一つの政策手段が、必要というティンバーゲンの定理からわかるように、 景気の安定化という一つの目標には、金融政策という一つの政策手段で達成可能と考えられたとによる。固定相場制時代には、金融政策は、為替レートの固定という政策目標を与えられていたために、景気の安定化には別な政策手段として、財政政策が必要であったが、変動相場制になり、金融政策が、 為替レートの維持から自由となったことによって、金融政策を景気安定化のために使用可能となった。金融緩和を伴わない場合、財政政策による景気刺激は、金利上昇によって、設備投資のクラウディングアウトを引き起こしてしまう場合が、ある流動性の罠などで金利がゼロバウンドで上昇しない場などは除く。また、変動相場性において、 マンデルフレミングモデルが示すところによれば、世界の金利水準に影響を与えない程度の経済的小国で、資本移動が完全に自由で、さらに自国と海外の資産が完全代替的である、国の場合、金利上昇が為替レートの増加、日本の場合であれば、円高を引き起こして、輸出減少、輸入増加が起こることによって、当初の財政支出の増加の景気刺激効果を、 減弱してしまうことがわかる。1970年代から80年代にかけての日本ではこうした効果を緩和するための金融政策と財政政策の最適なポリシーミックスのり方がマクロ経済政策の課題とされた。なお、京都大学大学院工学研究科教授の藤井里氏はマンデル・フレミングモデルはインフレーションであることが前提となっており、 デフレーションにおいては全く通用しないとの批判を述べ、他し、インフレを前提としていることや、デフレでは通用しないことの根拠についての説明はない。デフレ下の日本では、財政政策は無効にならないと主張している。国民の経済的幸福度を図るには、本源的には、公用ベースによるものであるが、それを実際に計測すること及び、国民全体の公用として統合することは、 非常に困難であり、代替変数として消費の代償でもって国民の幸福度を測ることが事前の策となる。そして投資、公共事業の一部や民間投資は生産力増大により将来の消費を増加させることにこそ意味があり、現在の消費と将来の消費に関わる投資を足し合わせたものであるという点において GDP 統計を 国民の幸福度を表すものとして見る意味がある。以上のことを前提とすると、本当に穴を掘って埋めるだけで生産性ゼロの公共事業は、確かに GDP を増加させるものの、現在の消費も将来の消費も直接には増やさないという点で、望ましいとも望ましくない。GDP と公共事業はパラレルに変化し、消費民間投資は一定なので、現在及び、 将来分を考えた消費は増えない。ただし、所得再分配が起きることから低所得者層の消費が増えるという点で意味はある。さらに、穴掘って、埋めもしないような公共事業の場合、生産性を低下させてしまうことも考えられる。現実的には、生産性がほぼゼロの道路や箱物なのに、その維持に労力が必要となり、機械費用が発生してしまう場合や、 単純に生産活動を妨げるような設備への投資など、このような時には現在の消費は変わらず、将来の消費は生産性の低下から減少してしまうので望ましい状態とは言えない。肘発的失業という社会的な無駄が発生している場合に公共事業でもってその無駄をなくすということは一般的には望ましいが、それでもその労働力を どのようなものに向けるかによって望ましは大きく異なることとなる。このことは、どのような事業が好ましいかが、昔ほど明確ではない2013年現在において、その事業の内容を問わず、公共事業でもって有効需要を増やせばよいとする考えの問題点が大きくなってきていることを意味する。結局、有効需要の理論は、投資先によってその優劣があるという当然のことが、 穴掘って埋めてもいいの言葉でうやむやにされたこと、本来は現在および将来にわたる消費こそが問題であるのに、そことは関係なく GDP を増やせばよいという見方をされるようになったことなどの問題点を持つ。日本のゼロ金利政策下での不況などに代表される流動性の罠に近づいた場合などの金融政策の有効性が低下した場合や、1929年の 世界経済のように強硬のように急激な景気悪化に陥った場合なには2013年現在でも財政政策の発動による需要の喚起が必要という見方もある。ただし日本が実際に流動性の罠にあるのかあるいは流動性の罠が現実の経済としてあり得るのかについては問いの声もある。1960年代から1980年代に かけての日本では財政政策による景気安定化が試みられた。1980年代に積み上げられた公的固定資本形成は238兆円に上った。1990年代初めにバブル崩壊によって景気低迷が続いた際に当初は財政政策による景気刺激が試みられた。1992年8月の総合経済。 対策以来、9時にわたる財政政策による景気対策の事業規模は10兆円を超え、57.1兆円の追加支出、公共投資等社会資本整備が実施された結果、1990年代に積み上げられた公的固定資本形成は382兆円に上った。ただし、日本のような変動相場制の国では円高を招いて、 景気回復効果が打ち消されたこと、マンデル・フレミングモデル、円高不況を参照、また、生態的な財政均衡に基づいた、ストップ合成的な運用であったこともありあまり、成果を上げなかった。日本における公共投資上数は、1950から1972年までは、1年目は2.3、2年目で4.5程度であったが、 変動相場制後の1973年からは1年目は1.4、2年目で1.9程度に低下した。資本の国際間移動の完了した1980年代以降は、公共投資上数は、それ以上の低下はなく、変化はない。2001年に、小泉内閣が成立して、以降は、財政再建の名のもとに、公共事業の削減が進められ、 財政政策による積極的な景気刺激によって経済を安定化させるという考え方は後退し、量的緩和政策など金融政策によってデフレからの脱却を図るという考え方に一時期転換した。なお、日本では依然として財政政策の有効性を主張するエコノミストも多い、世界的には経済安定化主な手段は 金融政策であるという認識の国が多い。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。